楽しいね。皆さんこんにちは。カネです。ポッペです。今日は所用で大阪に来ましたので、ホテルでゆっくりしたいと思います。はい、これからホテル、はい、部屋入ります。さっき向こうから行きます。おダブルです。ダブルです。外は、うわ、アベノハルカスと通天閣、綺麗そうですね。じゃあこれ映った映った。おっ、ミネラルウォーターがめちゃくちゃおしゃれです。はい、はい、小腹が空いたら、あらららら、食べれます。すごいね、すごい、なんか、はい、おー、素敵ですね。はい、で、皆さん、あ、すごい、すごい、イエーイ、こっちすごいですよ。お、どうだ、いいね、おしゃれ、おしゃれだ。はい、イエーイ。じゃあゆっくりしようぜ。はい、入浴シーンもあります。では到着して優雅にケーキを食べます。うん、おいしい。今夜はルームサービスにしますが、はい、もうメニュー今決めてます。まずサラダから、スモークシーサーモンシーザーサラダ一つ、スープからは、ワンタン汁そば。で、最後はスイーツで、スイスホテルのチーズケーキで、ストップ。まだ真っ昼前のに、頼みすぎや、しかも。全部のカテゴリーから一個ずつ食べへんかったら、判断が不公平になるかもしれへんからね。はい。ありがとう。気持ちいい。これそう、足。はい。今ホテルのプール行ってきました。楽しかったね。ジムも行ってきました。はい、人生で初めて背泳ぎをして20メートルぐらい泳げることが分かりました。はい、よかったです。やめろ。外もすっかり暗くなってきたんです。散歩してきます。ナンバーパークス。今人生初めてのルームサービスを頼んでみました。楽しみでございます。楽しみです。めっちゃ泳いだんで、もうお腹すきすぎて、出来上がるのに少し時間がかかるようなんで、体力温存して楽しみです。はい、いっぱい食べよう。たまの贅沢です。ありがとうございます。すげー、めっちゃ美味しそう。ステーキ丼も、もうこんな夜景のところで。いただきます。いただきます。すげー、うん、うん。じゃあコッペは、わ、せーの、うん、初のルームサービスどう？楽しい。すげー、スイスホテルさんのスイーツは美味しいとよく聞きますので、超楽しみです。これ行ってみ。
こっちは入ってるのかな、すいません。真ん中ぐらいが多分な。2日目の朝です。今から朝食ブッフェ行ってきますらしいです。36階です。はい、スイスホテル南海大阪さん、一泊させていただきました。ありがとうございました。すごく快適な時間を過ごさせていただきました。はい、良、はい、かった点は良かった点、従業員の方がとても、親切でした。何度かフロントの方にたくさんお願いの連絡をしたんですけれども、全て瞬時に丁寧に対応いただいて、部屋に来ていただいた従業員の方も親切丁寧に対応いただいて、働いてる方、海外の方も多かったんですけれども、日本語で丁寧に研修とか受けられてるのかなというような印象で、はい、プールもジムもレストランもルームサービスの料理も大満足でございました。はい、楽しかったです。個人的には僕大阪の南エリア出身なので、もう南エリアのホテルといえばスイスホテルなんか大阪さんだったので、まさかこうやって泊まれる日が来るとは思ってなかったんで、すごく快適な時間を過ごすことができました。難波の夜景がとっても綺麗でした。綺麗かったね。はい、うんうん、とか記念日とかに近くの方泊まりに来られたらいいのかなと思いましたし、遠方の方も大阪に宿泊の際は泊まっていただけたら、旅行気分がすごい味わえる空間でした。うんうんうん、匂いもすごい良かったです。香りもちゃんと計算されてるような印象でございました。空間また泊まりに行きたいなと思います。うん、思います。スイスホテル南海大阪さん、ぜひ皆さんも遊びに来てください。良かったです。ありがとうございます。プール最高。